みなさん、こんにちは。こんにちは。テレビアニメ、転生賢者の異世界ライフ、レゲスラ役の花井美春です。スラ役の遠野ひかるです。それって本当クイズ、わわ今回の企画はですね、こちらのボックスから引いたお題が本当に存在するのか、それともスタッフさん側で作った嘘なのかを見極めていこうというクイズになります。今回は全部で5問挑戦して、正解数が多かった人が勝ち、負けた人には罰ゲームがあります。はい、なので早速やっていきましょう。はい、鼻から引いていきます。オッケー。ジャガ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 、じゃん、いくよ。じゃらん。カッパを捕獲するための許可証が存在する。これ嘘か本当かで答えます。カッパを捕獲するための許可証が存在する。カッパ？カッパって人？ちょっとなんかよくわからないこれ嘘か本当かで、せーので言おう。じゃあオッケー。許可証が、許可証が存在するかするって思ったら本当ってことだもんね。そうそうそう、いくよ、うん、せーの、嘘。え、だってなんかありえなすぎるから、さすがにこれがなかったらえーってならない？そのえーを作るのがスタッフさん。もうちょっとさ、もうちょっとあるかもしれないみたいなのじゃないとさ、問題にならないじゃん。え、でもこれはだってカッパなんていないんですよ。うん、なんか土地に入るため、ここに生息してるっていう土地に入るための許可は必要かもしれないじゃん。捕獲するための許可証、捕獲するためだもん、これ入るためじゃなくて。うん、そうなの。これは嘘。誰が許可するんだろうね、これでいいよって。誰が、誰が言うの、これどこでっていうのもあるよね。どこの県なのかも気になるよね。うん、あってほしい。そう、これ日本全国なのか、どこなのかが気になる。そうなんだよ。こちら、正解はどっちでしょうか。やったやった、そうですよね。この丸わかりなの、作れないってさ、岩手県にあるんだって。なんで岩手県にカッパがいるんじゃない？いる？え、マジ？なるほど、なるほどね。観光協会の一環ですって、遠野さん。はい、ありましたよ。さすが遠野市なだけあって、よかった、あっててよかった。遠野さん勝利、よかったね。すごい、なんか可愛い遊び心が ね、ちょっと欲しい欲しい、これ。私カッパ捕獲してもいいんだ。欲しいね、いいね、いいね、いいね。じゃあ続きまして、ピカが引いて、うん、はい、いや順調よ、私頑張って。1問目ですよ、まだ。じゃあ2問目、はい、でねん、高画者という数の単位がある。高画者で、これ漢字、これは、あ、高齢、川、難しい方の川、なんかこれ高画くんだ、高画者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 だから一高画者みたいな。あるかってことだよね。5万高画者ってことがあるの。ん、5万高画者あるのかな。そういうことですよね、数の単位。100億高画者、うん、100億高画者。とんでもない。じゃあこれ嘘か本当かで、いこう、いきますよ。わかった、せーの、本当。なんかありそう。これはね、私知ってる。なんかね、うん、ありそう。あ、なんか別になんか、え、知らないって感じでもない。なんか、うん、あ、じゃ、これ YouTube で見た。いろんなところから情報知れてるのね、君ね。え、じゃあ何の次の単位なの？え、それは知らない。なんで、なんでよ。この間ちょうど見た配信者の方が言ってた。うん、あ、そうなんだ。じゃあ正解聞いてみよう。聞いてみましょう。本当ですか、嘘ですか？本当。イエーイ。こちら10の52乗だって。わかる？10の52乗です。うん、オッケーオッケー、オッケーオッケー。じゃあ続きまして、うん、3問目私が引きます。しるん、はい、
古代エジプトでは、うん、三要数字の2と3の間を表す数字があった。大丈夫。あ、そう。何のために必要なの？だから 2.5、2.5 と書かずに 2.5 専用の文字を作ってたってこと？ってことですよね。何のために？いらないよね。必要性感じないな。ね、うん、で0と1の間とかだったらまださ、うん、2と3 2と3だけ全部にあったのかな。2と3の間、うん、全ての数字の間じゃないから2と3怪しい怪しい。でももしかしたら偉い人が作れって言ったかもしれない、ね、でも行きますか。はい、せーの。嘘。これは単純に必要性を感じない。感じない。なんか、うん、そんなね、あの、うん、ちびっちゃいことは気にしないと思う。多分エジプトの王はだって三要数字そうだよね。うん、王は王の命令で作ってるのね。そうそうだよ。王の命令で、そうなの。そう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 、すべて作られてる。じゃあこちら本当なのか嘘なのか。どっちですか。嘘。合ってました。ただ嘘しか書いてなかった。うん。嘘だから何の情報もないの。とりあえずただ嘘。ただ嘘。じゃ続きましてピカ。そうだよね。だっていらないもん。いらないよ。うん、次。でね。世界で最も歴史のある会社は中国にある料理店である。うんうん、中国ってめちゃめちゃ歴史が。ね、ありますよね。そうですね。ね、会社は料理店。会社、あ、会社なんで、最も歴史のある会社は中国にある料理店さん。だから。私違う気がする。モンドナルドをが最高の会社だったかもしれないっていうこと。なになに。モンドナルドさんがすごい長かったら最高の会社に、会社としては。会社としても最高になってたかもしれない。確かにそういうことですよ。行くじゃあ。OK。 せーの。嘘。だって初めての会社ですって言ってさ、うん、料理店開きますって何をもって会社と、会社という概念を作った人ってことでしょ多分。あ、私は多分、うん、あれ、あれだよ、フランスなんじゃないかなと思って。なんで。フランスが一番最古の、あの会社なんじゃないの。違う、だってほら、うん、産業革命でほら一番栄えてましたから。でも会社ありましたっていう記録が残ってたらどんな形であれ会社として認められるかもしれないんだよ。どっちですか本当。どっちどっち。嘘。日本の建設会社創業578年。え、日本が一番最古なんですか世界で。え、そうなんだ。なんでもっと誇らないの。いや誇ってるよきっと。誇ってるのこれ。誇ってらっしゃるよ。え、ど、誰、誰、どなた、その会社どなたでしょうね。大手なんですねきっとね。代々大事にこう受け継がれてきたんだろうね。漆塗りとかかな。建設会社さんだよ。建設会社だ。そうか。漆塗り。うん、うん、じゃあ長いね。難しいですけど。こちらラストの問題。なんかラストなんですけど一問の差だ今。そうなの。あと2人ちょっとあって全問正解してる。全問正解中。なんてすごくない。でもほぼ合ってるよ。1個以外全部合ってるよ。確かに。なんか結構わかりやすいかもしれない。え、これ最後？え、なんて言った？まだ最後？あ、これ最後。これ最後です。OK。じゃあいきますね。最後の問題。じゃん。はい。南太平洋にあるパラオでは、美味しいをアジ大丈夫という。
読み方じゃないそれ。ちょっとなさそうに読んだで、ね、今。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫。あ、大丈夫。すごい短いのかもしれない。あ、大丈夫。大丈夫。美味しいも味大丈夫という。むずい。わからない。あ、大丈夫。あ、大丈夫。あ、大丈夫。おあった、おあ、大丈夫です、味大丈夫です。本当に本当に行きましょう、じゃあ。なんでこれだけこんな紙でかいの。開業間違えたんでしょ。私もすごいもう開業しちゃってさ。間違えちゃったじゃあ行きましょうか。へえ、わかんないよ、わかんない、こんな、知らない。なんだ、味大。知らない、知らない。行きましょうか、じゃあ。行きますよ。みんな見たい。パラオ。パラオね。パラオね、大丈夫。はい、行ける？うん、いいよ。じゃあ行きましょう。せーの。ほんと！あ、分かれた。分かれた。ここで決まる。でもこれね、ミパルンが正解したら引き分け。あ、本当だ。そう。確かに、私これ理由ちゃんとあるんですけど。あるんだ。言ってみて。すごい。これね、前、ミパルンの話なのね、ヒンツギュンさんが、うん、で、やってた。でもそうじゃん。ミパルンさんが、うん、ここに実際に行って、うん、現地で、うん、言ってた。本当？でも絶対さ、なんかそういう国はあると思うんだけどさ、パラオじゃないとかないかな。え、嘘。場所だけ変えましたとかないかな。引っ掛け問題作ります？わかんない。いや、そんな。だってパラオ、パラオって親しみな。何の関係で？あ、そうか。そうそうそう。そうじゃないけど、うん、根拠、うん、根拠ないけど、うん、そうそうそう、うん、見た気がします。ということで正解はどっちでしょうか。本当、本当、すごい。2割は日本語由来だそうです。パラオの、パラオ語は、パラオ語、パラオ語は2割が日本語ってなんでだろうね。日本人がいっぱい流れたのかな。いた時があったんじゃない時代か、ね、そういうことですね。うん、ということで今のところかわいいね。ね、え、味大丈夫。味大丈夫。味大丈夫。うん、いいな。ということは引き分けです。4対4で引き分けになっておりますけども、ここからはサドンデスでボコボコに殴り合っていきたいと思います。一発だよ、ボコボコしないで。一回分かれてどっちかが、あ、そっか、正解したら、うん、勝ち、そっちが勝ち。確かに。サエモン・ザブロという名字の人がいる。サエモン・ザブロ？サエモン、だから名字だからサエモン・ザブロ・ザブロ。せーの、嘘。本当？埼玉に10人ぐらいいるって。結構近い。全然。すぐ上にいらっしゃる。続きまして、うん、カナダには最近まで魔術に関する法律があった。魔術？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 せーの、本当。本当。あったあったあった。やった。2018年までありました。最近だね。フルマラソン、はい、42.195キロの世界最地記録。最地？最短の逆。あ、なるほど。最地記録は、うん、約50時間。平均がわかんない。せーの、嘘！すごい！日本人54年8ヶ月6日
が最地記録？え、何それ。日本での最低気温をランキングにすると20位まで北海道の地域、地点が占める。北海道さん、これ違うんじゃない。私これわかります。違うと思う違うと思うよ。いきます、はい、せーの、嘘でもちゃんと怒ってたよね。怒ってる。そうだよね、きっとそうだと思う、うん、他にも寒い地域がいっぱいある。うん、嘘。4位に富士山が入る。4位だけ。え、そうなの。北海道さん北海道さん、しっかり北海道さん。新潟県とか寒そうだなって思ってた。世界最大とされている本の重さは約100キロである。最大、そんな本あるの。でも可愛いの本じゃない。めくれないじゃんね。めくれないね。整いました。整えます。整えてください。はい、100キロであるかないか。いきます、せーの、本当。分かれた。分かれた。もっと重いと思う。いや、っていうかない気がする。100キロの本なんて。あ、そういうことか。うん、なんかさっきのでバグってきちゃったこれ。やめてさ、なんで前になってきちゃったからさ、最大ってすごいんじゃないかって思っちゃうんだけど、そんな本があったらギネスの本に載ってる気がして。そうだね、うん、ない気がしちゃう。じゃあいきます。はい、せーの、嘘。やっぱもっと重いんだ。ほら、1500キロ、縦8メートル、横5メートル、全429ページ。そんなページないねそう、めちゃくちゃあるよ。もう全然私も測ってなかったから何対何か全然わかんない。でもサドンテスだから、うん、ミバルンが正解した時点で、あ、そう言わなきゃ気づかないヒントあったかもしれない。はい、ということで敗者のピカには罰ゲーム。何、罰ゲームは最近ついた嘘を懺悔してください。嘘はついてません。じゃあ嘘にまつわる本当のような話でも OK です。なんでもいいや、嘘みたいな本当の話。じゃあミパルに何、嘘か本当か当ててください。わかりました。我が遠野家では、はい、ヤギといえば、うん、上着のことを指す。丸か×か。丸なんで分かんないけどすごい自信に満ちたのになった。正解、おめでとうなんでえ、なんか上着が言えなくてヤギ上着、上着、ヤギ、アジ、上着、アジ、ヤギ、何、ヤギ、アジ、アジ、ヤギ、ヤギ、うん、ヤギが上着ってこと。そう、でもなんかありそう、遠野家。ケティって言ったらタオルとか絶対柄がついてたからじゃないの。わかんないけど、なんでそんな人でわかんないけど通じるの。なんだろうね、知りたい。いっぱいあるよ、遠野家の。教えてあげるよ、ね、うん、ちょっと今度その企画やりましょう。学んでって、うん、いいよ、企画にしなくていいよ。ちょっと恥ずかしいから、不思議な人のお家だと思われちゃうでしょ。ダメダメ。ということで、ワギさん、うん、いいですか。ヤギさん、ヤギさん、終わりますよ。はいはい、ということで以上、ワギスラ役の花井美晴と、スラ役遠野ひかるでした。バイバーイ。